どうも皆さん、こんばんにちは、めめかこです。今日はですね、YouTube で見た企画をまんまやろうかなと、はい、ほう、オマージュですね。リスペクト、オマージュ、はい、パクリのフューチャリング、フューチャリングアメミカコ。フィッシャーマンさんの YouTube からちょっと、フィッシャーズ、フィッシャーズ、フィッシャーズさんの YouTube から、はい、YouTube、はい、ノーハンドプッチンプリンチャレンジをやっていただきたいと思います。私の好きな食べ物がプリンというところから来てるんですかね。もちろんです。ありがとうございます。じゃあ予備も含めて3つ、はい、ですが、今回はチンプリンビッグです。まあでもとりあえずタイム測るのは1個ですよね。そうですね、予備なんで、はい、そうですよね。フィッシャーズさんの動画見たらプッチン失敗するっていうのから始まったんで、じゃあ予備測ってきます。そこもなぞっていきましょう。そうですね。一応、ルール説明を、はい、プッチンプリンをまあ、プッチンしてお皿にのける。で、こっからもうスタートで、手を使わずに口でプッチンをして、そして食べると丸飲み禁止、危ないんで。なのでちゃんと噛んで飲んで終了したら手を上げる。これでいいですかね。はい、の、まあ、タイムを競うと。公式が33秒でしたね。公式ですね、はい。目標は、目標1分以内ダメダメダメ30秒、はい、30秒切り、ビッグなんでそこも許してください。同じぐらいだったら私の勝ちでいいですね。そうですねそういうことですね。歯でやるんだ。多分歯ですね。舌じゃないんだ。見た感じ歯でしたね。噛んでます。じゃあ普段の技術とかもそんなに活かされる感じじゃないんですそうですね、こうベロベロベロって今できないみたいな。あ、そうなんだそっちの方が得意なんですけどね、こういやらしく食べるとか、うん、そうだよね、普段やっちゃいけない感じのことが。そうですね、歯立てちゃいけないんですけど、普段はとりあえずじゃあ開けますか。そうですね、開けて、あれですよね、のっける、お皿の上にかぼってやるんですよね、うん、いけるかな。いけるよ。怖いんでこうしますね。あ、なんか頭がいいあ、いけたいけたじゃあよろしいですか。はい、いきますよ。よーい、はい、スタート。はい、うん、あ、かかった、うん、あ、ダメだ、うん、あ、いけた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 、はい、お味は？おいしい。うん。はい。はい。じゃあ。あ、すごいですね。めちゃめちゃじゃないですかこれ。口の周りすごいですね。はい。女優なんで。発表します、はい、せーの、じゃじゃん、1分10秒。1分切れてない。やばいっすね、はい、もう一回ぐらい行った方がいいですかこれ。あ、言おうと思ったことを言ってくれましたねいやでもこのままじゃちょっと引き下がれないじゃないですか。そうですね、やっぱビッグはでかいっすね。ビッグ、はい、うん、私が好きなだけありますね。なるほど。あ、新しいお皿出てきた、ありがとうございますはい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 、大丈夫ですか。あの、給水とか大丈夫ですか。あ、大丈夫です。大丈夫ですか。潤ってます。あとプッチね、時間かかりすぎましたね。いや、でもね、俺食うのもっと負けると思うんだ。もっとグワーっていけると思うんだよねなんもう顔べちょべちょにして、そう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 、オナを捨てる。そこまでは言ってない準備大丈夫ですか。大丈夫です。はい、じゃあいきますよ。はい、はい、用意、はい、スタート。はい、あ、いけた、はい、おいしい、うん、上今上って言いました変なとこ入った、
の周り素晴らしいですね。よく見せてください。めったに見れないですよ、なんか。プリンです。結構良かったんじゃないですか、今の。めっちゃ早かったと思いますけど。うん、まあ早かったよ。うん。うん、じゃあ、結果発表させていただきます。はい、お願いします。いきますよ。せーの、じゃじゃん、50秒。誰のビッグ買ってきたの。はい。はい。いつか3つありますけど、もう終わりで。いや、嘘でしょ。いや、別に、いや、いいっすよ、僕は。ここで終わりなら終わりで。でもほら、ここでもう一回やって50秒過ぎちゃっても、あーみたいな結果じゃないですか。なんかここで締めるっていうのもかっこいいと思います。そうですね。お皿がちょうどね、あったんで仕方ないですね。そうですね、なんか二重になってましたよね。はい、仕方ないですね。誰のお皿に参りましたの。今、どこを減らせばよかったんですかね、今のは。プッチンは良かったですよ、ね、プッチン早かったし、食べるのも早かったんで、あとはもうそれをいかに縮めるかだけの問題。食べる時ですね。うん、くれぐれもあの、誤飲みたいなのは気をつけて、ね、さっき変なところ入りましたもんね。はい、危ないですよ、本当に。うん、おえおえって言ってましたからね。危ないんですからね、本当に。そうあのね、ちゃんと美味しく食べた方がいいと思いますよ。はい。でもやります、はい、もうここまで来たらね、あれですもんね。じゃあ50秒超えを目指して、はい、頑張っていってもらいましょう。はい、はい、じゃあいきますよ。はい、よーい、はい、スタート。はい、うっ、あっし。まだ美味しいですか。はあ、素晴らしい。口の汚れもほとんどない。あ、女優感あります。うん、あんだけ急いで食べても口の周りそんなに汚れてません。全くではないですけど。思った以上にほら口きれいみたいな、なんか聞いたことありますね。これは40は切ったかな。おー、じゃあ結果発表いきます。いきますよ、せーの、せーの、じゃじゃん、35秒。あー惜しい。公式が33秒でしたっけ。あと2秒でしたね、ビッグの分で。ああ、そうだね、差し引き同点じゃないですか。あ、まあ、ビッグの分が2秒かどうかは分かんないですけど、俺。内容量どんぐらい違うんですかね。これ 160g ですね、ちょっと調べてここら辺に。そうだね、どうです。そうだね。いやでも、プリン好きとしてはやっぱスプーンで美味しく食べたいです。なるほど。しっかりと噛んでからちゃんと飲み込むようにしてください。危ないんで気をつけてくださいね。一応あれですね、フィッシャーズさんの動画は概要欄にリンク貼っておきますんで、本家の方もぜひ、はい、勝手にオマージュさせていただいております。アメリカです、すいません。はい、ということでミッチプリン3個、美味しかったです。以上、アベニカコでした。またねー。